アロハこんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、2022年4月28日、本日から開催されましたクリスタルダンジョン召喚士装備召喚第1弾やっていきたいと思います。狙うはもちろんユーナ様新規なんですが、結構ラインナップ正直めちゃめちゃいいんですよね。まあ、ガネ様も結構僕は使ってるので、ガネ様コンプしてたので、この新規来るまではまずは1日1回こちらで、こちらを揺らすと神引き説どうなんでしょうか。前回のユーナ様ガチャ見てくれた方ありがとうございます。お、これは一つ星1、なかなかないんじゃないでしょうか。おみくじで言ったら代表出た感じなので、これはまたレアなんじゃないかなと個人的に思ってます。それではまずは見ていきましょう。リディアさんの D 角正ですね、これは欲しいで、ガネ様の D 正欲しい、これは来るんじゃないかなと思ってたんで嬉しかったですね。ラインナップドクターモグちゃん D 角、 A 子ちゃん D 角、 A 子も結構好きだからな、使ってるから。ガネ様新奥義来ましたね。ガネ様シンクロかぶり、ガネ様リミットブレイクオーバーフロー、リディアさんの覚醒、これ2段階アップ結構熱いんですよね。でガネさんの覚醒、これも熱いな。ドクターモグ覚醒、ガネ様のチェーン、ユラ様チェーン、かぶりはガネ様のシンクロだけですね。じゃスタンプ見ていきましょう。スタンプでチェーンがもらえると、天井は15回ですね、はい、150連、100連やると選べる A、 選べる A なんだろう。チェーンはこの中にガネさんとユーナ様入ってますね。来ました、早期撤退でいくなら33連でいけるという激アツなガチャになってます。で選べる A だと、あーなるほど、来るリディア、ここは結構しょぼい感じですが、ここまでは行きたくないですね。はい、まずは97行きましょう。97、まあ最低33連行きたいかなと思います。よっしゃー、でガネ様の D 角は正直かなり欲しい。よし、4まで上がってきた。とりあえず回しましょうか。欲しいのはでも結構ガネさんセットは結構欲しい。ユーナ様のチェインがなかなか出なくて、ストッパーガネさん、これが一番僕の中で見たい世界戦ではあるんですが、さあまずは11連目行ってみましょう。頼みますよユーナ様。ここ出ないとね、出るまで回すので、そう考えるとそう決定もいいんですけど、おお1個、これだけ1回切って1回で終わるみたいなことありますからね。こういう時に限って1点狙い、ユーナ様一発で出ちゃうパターンなきにしもあらずなんですが、はい、これどっちだ、いきなり、ちょっと待って、これ誰、絵柄見てなかった。あ、ガネチェンですね、ガネチェン、まずはガネチェン、これで33連まで回せばチェイン2個は確定。ガネチェン、ユナチェンは絆ユーナの天命、これですね。で狙うは、あ、でも覚醒も結構多いから揺らしたいですね。リミットブレイクオーバーフローも実は結構欲しいんですよね、正直個人的には。さあ22連目いきましょう。単発時刻なのか、今回は前回のねユーナ様ガチャ結構数出てくれたので、なかなかテンションが高く回せたので、3つ来た、これ全部潜ってくれたら最高ですね。最高のシナリオは D 角 A 子ガネリディア3枚抜きではあるんですけど、全ガネ、ガネちゃんセットは結構熱いんですよね、個人的には。チェインは33連でゲットできちゃうので、ここに関しては何なら外した方がいい。そう言うと出ちゃうのが俺たちのレコードキーパー。さあどうなんでしょう、欲しいもの言っとこう。ガネさんのセット、おいマジ、あ、ユナ様出た、ユナ様出た、チェインかぶり、リディア覚醒、まあ、本来だったらもうここ撤退でいいんですけど、
確実に被りですもんね。朝練なしなので、これ出ちゃったね。3個で、まあ、リディア覚醒、これあれですよね、限界突破レベルに。もうちょっとミスリル使って流れ変えますか。ちょっとあれだったなこれはやばいぞ想像以上に。はっ、チェインをね、早期でチェインを回収するっていう、あれでした。まさかのね、22連でチェインをね、ゲットできちゃうっていう、ね、しかも3本出るっていう、1本かぶりっていう。さすがにちょっとモグちゃんの演出見て終わりたいっすよね。さあ来い、ドクターモグちゃん。さすがに来るよね、3つ来るよね、さすがに。 OK、 まあいいでしょう。かぶり、さあここだよね、 D 角欲しいよね。わかんないこれ。持ってるシンクロ出るんだ。おっと、持ってるシンクロ出してくる。お、ガネ新奥義。うわ、 D 角出ないな。もう一回行こうか。 D なしはちょっとね、 D なしはちょっと、まあ、ガネさん寄せてきたけど頼みます。モクターモグ、1個スタイルでいこうか。演出来て D 角、ガネちゃん、おい、これ結構やばいね、これ結構やばいんじゃない、これもちょっとやばいんじゃないか。もう一丁いこうか。締まりが悪いね。いこうか。さあお願いしますよ、ドクターモグ。まさかのね、ちょっとお願いしますよ、ドクターモグ。かっ、よし、この揺れ方は1個。さあ来るでしょ、さすがに。 OK、 来た、よし来た、よくやったドクターモグ。いいよ、ガネちゃん。あ、これは誰だ、リリアっぽいけど。 OK、 リディア D 角来た、当たりでしょう。もう一丁行きましょうか。もう一個行こう。もう一個行くでしょう。さあ頼むよ。チャッチャッチャララチャッチャッチャララつって。頼むよ、ドクターモグ。かましてくれ。オッケー。2個来た。ステップアップしてるよ。いい角でこう。前回はね、天命ガチャ、天命ガチャ、今回天命ガチャ。なんだろう。リディアストッパーとかガネストッパー、リディアがでも覚醒ストッパーでかぶりで攻撃してきてるか。でガネ様が少しずつチェインゲットした、シンクロかぶらした、新より出た、じゃあ D 角でしょ。で、おいおい、今新規出た、新規出た、よしとしよう。ドクターモグとガネですかね、ガネ角と。結構潜らないんですけど、結構なんか潜るのが当たり前になりすぎて、これだけ星6枠が多いのなかなかないですからね。ちょっとやってきてるな。 OK、 4つ来た。ここで狙うはリミットブレイクオーバーフローのガネさんと D 角ガネさん、 A 子ちゃんガネ、D 角、もうこの3枚抜きできたらもうハッピーエンド、もうハッピーエンドですよ。もう最高。カズ来たよ。カズ来ました。これ全部これもう全部モグちゃん演出お願いします。お願いします。もう星6枠はもう十分出てくれた。もうお腹いっぱいよ。来た。お願いします。4つでしょここは。お願いします。ドクターモグ。2個かい。かぶりね。ガルさんかぶり。はい、リディアさんかぶり。おっとっとっと、これ誰、ガネさんのやつ見てなかった。あ、かぶり、 D かぶりはちょっとね、 D かぶりですよ。さあ何でしょう、 DDD は D 角。お、これは何、どっち、ガネ D 角出た、まあ、こんなもんかな、こんなもんでしょう。リディア D 角、ガネ D 角、ドクターモグ、エイコ、ガネ、
ガネ、ガネ残し、星6枠はもうだって全部取ってる。あ、でも星、あと残ってんのはドクターモグとエイコちゃんか。ドクターモグとエイコちゃんで、リミットブレイクオーバーフロー。リミットブレイクオーバーフローは緊急的に必要ではないでしょう。まあ、ガネさんの D 角出たのでいいかなと。77連ユーナ様の天命が、ユーナ様のあれ、なんかなんだっけ、天ガチャもう77連だったので、まあ、合わせて14連、まあ、天井だと思えば合わせて天井ですね。あ、おまけ拾いましょう。これね、連動アップないからね、連動アップがないのであれなんですが、まあ、ユーナ様取るでしょう。ユーナ様取って重ねると、コレクションとしては、コレクターとしては OK。 まあこんなもんでしょう。 D 角ガネさん取れたのでもうこんなもんでしょう。いやー、ガネコンプはちょっとさすがに無理でしたね。ガネコンプは無理でしたが、覚醒取れたのでステアップもあるので、まあ、新容疑もゲットできた。まあ、リミットブレイクオーバーフローぐらいか。もう一回見ていいですか。リミットブレイクオーバーフローか、あとエイコちゃんの D 角かぐらいですよね。まあドクターモグは外してくれてたのでよかったかなと。エイコちゃんの D 角と、そうですね、リミットブレイクオーバーフローガネさん、まあ、許容範囲かなと思います、これだったら。はい、まあ、結果は良かったんじゃないかなと思ってます。星6が結構やっぱりいっぱい出ましたね、思ったより。これがちょっと舐めてました。はい、でちょっとせっかくなんでキャラ見ていきたいんですけど、はい、セットしときました。ガネちゃんコンプはね、リビットブレイクオーバーフローはもうドリセで回収で決め込もうかなと思います。で、エイコちゃんの D 角はまあ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 おいおいという感じでいこうかなと思います。リディアさん取りましたね、 D 角覚醒と、まあ、スタメン確実かなと。まだ未所持も多いんですけど、はい、 D 角ゲットできたので。今シンクロがでも正じゃないんですよね、よく考えたら。なので D 角プラスどう使おうかなって感じですよね。地なんすよ、持ってるの。生属性持ってないんですよね、そう考えると。持ってないんですよ、まあ、D 角と覚醒を使っていくかという感じもあるんですが、まあ、今夜試してみたいかなと思います。ライブで倒していくので。で、ガネ様、ガネ様来ましたね。で、これリミットブレイクオーバーフロー伸び、これはいつか、今日は今回見送ります。まあ、ガネ様のね、 D 角生属性ゲットできたので、これはかなりで、味方全体の魔力精神、味方全体ってとこがでかいですよね。これは熱いかなと思います。楽しんで使っていこうかなと思います。で、チェインもね、ユーナ様もゲットできたので、これは嬉しいですね。新しいチェインですよ、出ました。これなのでチェイン問題に関してはユーナとガネで使っていくかなという感じです。まあ、この3人もスタメンで行くので、プラス、まあ、モグちゃん入れて、まあ入れるのはモグちゃんでしょう。モグちゃん入れて、おそらくこうモグちゃん、モグちゃんインのイメージ的にこんな感じかな。他のあと1枠ケット氏入れるか、それこそエイコちゃんちょっと入れたいかなっていうのは若干あるんですけどね。エイコ入れるか、エイコヒーラーで入れるという、まあエイコちゃん入れるかって感じではあるんですが、もしくはケット氏入れるかっていう感じで、パーティーは栄光はモグケトの行くか、ユナモグの栄光入りか、栄光枠でアタッカーに寄せていくかっていう感じではあります。そんな感じで天命召喚師、ちょっと難易度どんな感じか、ギミックはちょっとどんな感じか分かんないんですが、初見から挑むの本日ライブでやっていくので、でアーカイブで見ていただいた方もよかったら見ていただければなと思います。 DJ ソライズメロージャム TV ファイナルジーレコードキーパーキャラ、愛ユーナ様がガチャ追い求めながら、常にコンプしながら、フル調練しながら楽しんでいきたいかなと思います。
ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。